皆さん動画見ていいと思った方はまずはチャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。皆さんこんにちは、佐々木圭一です。こんにちは。今日も前回に続いて雷神33の小学校をやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあいつも通りなんで会長引き続き、はい、司会進行お願いします。はい、そしたら年末に向けてちょっとあの雷神の試合を楽しんでもらうために第3弾をいきたいと思います。そうだね、盛り上がってきてもんね。よし、でも基本的に面白いカードはやっぱ多いですよね、うん、年末ってことで。そうだね。はい、そしたらちょっとあの雷神の次はあの、うん、120キロ級のヘビー級の清水翔馬選手 VS 関根シルク選手の翔平層をよろしくお願いします。なるほど。まあこの試合は、うん、まあ、俺も格闘技業界で、まあ、いてるから、はい、まあ組まれるか組まれへんかっていうのはまあなんとなく予想しとったけど。あ、そうなんや。うん、まあ外国人が入ってくるんならまあ組まれへんかったかなと思ったりもするし、まあ須田亮選手が出るのであればまたちょっと展開変わってきたかなっていうので、まあ今回須田亮選手も出ないし。須田亮選手ってなんか怪我してるんですかね。多分なんかしてるってなんか噂では聞いたことあるけど、まあそれであと外国人も入ってけへんっていうところで、はい、まあ今回ヘビー級大晦日でっていうので、まあ知りたい選手がまあメインやと思う。そうですね。まあ知りたい選手が出るっていう中で対戦相手を誰にするかっていうところで、まあシルク選手が選ばれたと俺は勝手に思ってるんやけど、はい、まあ、実はまあ2人ともまあ練習したことがあってというか、まあ清水選手はよくまあ練習したりとか同じ練習場に行けるからあんねんけど、はい、うん、まあ、シルク選手も昔、結構昔やねん、結構昔、まあ、練習したこともあって、うん、まあ、もちろん寝技だけやけどな。あ、そうなんや。うん、まあ、シルク選手は、まあ、盆栽柔術で、まあ、寝技が主体、柔術が主体の選手で、まあ、体もごっついやんな、はい、うん、まあ、そこでやっぱ寝技が主体で打撃が、まあ、正直全然厳しいかなっていうところがある。だヘビー級でやっぱあのリーチの長さ短さあるわけやんか、うんうんうん、まあ、シルク選手やったらちょっとリーチが短いっていうところで、ね、結構そのリーチ長い選手には結構まあ厳しいかなっていうところで、シルク選手はどうやってくぐり抜けて組み技に持っていくかっていうところで、はい、清水選手は前回須田亮選手にしっかりショートで一本勝ちしてて、確か2ラウンドかな、ちょっとそこ忘れたんですけど最終的には2ラウンドで勝って、うん、まあ、清水選手は打撃もできて、まあ、寝技もできるっていう、まあ、オールラウンダースタイルなんですけど、うん、まあ、この2人が試合組まれて、まあ、まあ僕的な勝敗予想はさっとも考えることもなく決まってるんで。あ、そうなんや。うんうん、会長的には。いや、僕素人なんで、うん、ちょっと思ったことを言っていいですか。うん、なんかヘビー級はヘビー級なんですけど、お互いに、うんうん、シルク選手は本物のヘビー級かなと思うんですけど、うん、シルク選手ちょっとちっちゃいなと思ったんですよ。まあ、まあ、まあシルク選手が体重を落とすのも結構難しいかなと思ったんですよ。あ、でも背の高さとかも全然違いますよね。うん、そう、身長的に言ったらヘビー級は厳しいかなって思う。僕はこれ素人的にも、うん、ちょっとあの面白くないんですけど、シビサイ選手が勝つんかなって思っちゃったんですよ。うん、まあまあ会長も1ラウンドじゃなくていや言っちゃってね。俺まあ言います。僕の翔平層、はい、1ラウンドシビサイ選手の KO 勝ち。 KO 勝ちですか。 KO 勝ちで上げさせてもらいます。うわー、マジっすか。うん、まあ試合展開としては、はい、まあ、シビサイ選手は距離を取って、まあ、打撃のプレスでかけていくと思います。はい、その中でシュレック選手は打撃で振って中に入っていくっていうので僕は入ってくると思います。はい、で低いタックルとかは絶対できないと思うんで、とにかくクラッドータックル、この辺にタックルいくような形でどんどん押し込んでいくかなと思います。はい、ただ押し込むまでに守備隊選手が打撃やっぱジャブとかついたりとか、はい、やっぱそのサークリングとかでなかなかシルク選手に触らせないと思う。あ、うん、なるほど。うん、そこで守備隊選手のジャブがまっすぐ真っ直ぐ系のパンチが当たり出して、でそこで引き返されてそのまま KO かパウンドアウト。ああ、なるほどですね。寝技の展開にはならないかな。ああ、うん、なるほどですね。うん、でそれで、まあ、シルク選手が彼に組みついたとしても、シビサイ選手をそこで寝技時刻に持ち込んで、うん、一本まで決めるのはちょっと難しいかなと。ああ、そうなんや。うん、まあそこで
清水谷選手が寝技をしのいでなんかこう立ち上がったりとかを機敏にできるかって言ったら、まあ、それもちょっと厳しいかなと思ったりするから、その展開の中でなんかブレイクがなったりとかで寝技になったとしてもブレイクでスタンドで立たされて、どんどんシルク選手が不利な状態になっていく。なるほどですね、うん、っていう展開かな。でもちょっとなんかこれ以上いつも言い返したいんですけど、ちょっと言い返さなくなっちゃったんですよ、うん、でもね、うん、ちょっと自分なりにも僕もインタビュアーとして調べてきたんですけど、うん、関根シルク選手、うん、43歳ぐらいで警察が辞めて、うん、格闘家に一本でなったんですね、うんうん、だそういった意味でも今そらすと40ですよね、うん、その気持ちってすごくないですか。いや、シルクさんすごいよ。めっちゃすごいです。ほんまにすごい。43歳で今48歳でそれで大晦日の舞台に立って、俺はでもシルクさんのやっぱやってること自体やっぱすごいと思うし、うん、その大晦日でそのライジンで戦えるっていうのはやっぱシルクさんが今までやっぱ頑張ってきて諦めずにやってきたやっぱ結果やと思うし、うん、だからまあシルクさんのからしたらやっぱそのチャンスを絶対掴み取るっていう気持ちに来るから、うん、まあ大晦日っていうのもあるんで、まあ、ヘビー級の多分魂と魂のぶつかり合い潰し合いが見れると思います。いやでもなんか確かにそんなの気してて、うん、なんかこの48歳でこの舞台に立てると、うん、で以前に若い選手でも全員がこの舞台に立たれへんじゃないですか、うん、43でこういうところを目指しててすごいですよね、うん、だからすごいシルク選手つけてほしかったんですよ。ああなるほどな、はい、でもごめん、そういうとこ空気読まれへんな。いやごめん、俺忖度なしで自分のほんま飲むことしか言われへんから。ああ確かに、もうそれはごめん、はい、会長感情論はダメですね。会長ほんまごめん、はい、頑張って、うん、そうですね、うん、まあ、もちろんあれ、俺シルクさんもめっちゃ好きやで。じゃあ逆にちょっと僕シルクさんの立場で言わせてもらうと、うん、シルクさんが勝つとしたら、うん、どういった可能性で勝てる可能性あります。うん、逆にシルクさんにアドバイスしてほしいんですよ、逆に。でもシルクさんが勝つとしたら、はい、もう寝技だけ。ああなるほど。寝技で、まあ、一本勝ち、何かしらの形に持っていて、そこの一瞬のチャンスを掴んで。あ、うん、そうしたらちょっと質問したいんですけど、うん、寝技だけやとどっちが強いんですか。それはシルクさん。あ、やっぱり強いんや、寝技。寝技だけでやったら、寝技のグラップリングだけでしたら。寝技の大会だけで出たら、うん、シルクさんの強い可能性高い。強いと思う。ああ、うん、なるほどなるほど、うん、それは分からんもんな、うん、だって体の強さはやっぱ清水谷選手の方が強いと思うし、そうですね、やっぱシルクさんの寝技をその体のフィジカルで跳ね返すっていうことも大いにあり得る。ああなるほどですね、うん、でも今回は MMA ってことで、うん、やっぱ1ラウンドで清水谷選手が勝つところで、うんうん、分かりました、うん、じゃあこれはもうこれ以上ちょっとあまり引っ張りすぎると、うん、ちょっと長くなるからな、うん、いや感情が入っちゃうんで感情がいます。うん、はい、そしたら次は女子の大会なんですけども、うん、レイナ選手 VS、うん、パク・シウ選手の、うん、女子の MMA の戦いですね、うん、これキックじゃないですよね。これは総合やね。総合ですよね、うん、はい、まあ、ここでね、まあ、レイナ選手が出てきて、ここでパク・シウ選手、はい、もうごめんやけどパク・シウ選手、俺は全然そんな分からん選手で、はい、で今回そう勝敗をするにあたって、はい、まあ、試合見させてもらって、はい、まあ、ちょっといろいろ調べた上で、はい、今回やらせてもらいます。なるほど、うん、基本的にそのあんまり女子の試合はちょっと苦手なんで、そうですね、あまり見る機会がないんで、そうですね、うん、でもレイナ選手は前回沖縄大会で山本美優選手に膝蹴りで勝って、はいはい、いい勝利で、やっぱそこで多分山本美優選手にもやられた部分もあったけど、やっぱそこで最後膝蹴りで勝つところがやっぱレイナ選手のやっぱその凄み、はい、そこで持ってくるっていうのがやっぱすごいと思うし、でだからそこで自分で掴み取った大晦日やと思うに、でここでレイナ選手の相手誰にするかっていうところでめっちゃ多分ライジンサイドもいろいろ選手探して、ね、はい、で今回パク・シウ選手、はい、と決まって、この選手は、まあ、試合見る限りは柔道出身やねんけど、あ、そうなんや、うん、でも打撃が結構主体で、うん、あと所属がクレイジービーで、うん、だから打撃主体で来るかなと思うのよ。へー、まあ、レイナ選手はもちろん皆さん知っての通り、やっぱ打撃がすごい強い選手で、シュートボクシングのチャンピオンで総合に今活躍してるっていうので、はい、うん、まあ、試合展開としては、まあ、打撃の攻防になると思うんやけど、はい、まあ、この勝敗層から言うと、はい、まあ、これ先に言います、はい、この試合2ラウンド、はい、レイナ選手の KO 勝ち。あー、やっぱそうなんすか、うん、まあ、これも1ラウンドで行くかなって思ったりもしたんやけど、はい、まあ、1ラウンドはパク選手も
やっぱ柔道仕込みのやっぱそこのフィジカルの強さもあると思うし、はい、うん、まあ、成績もそれに上げてる選手だから、あ、そうなんや、うん、ディープでも成績結構上げてて、はい、うん、でも勝ってる選手やねんか、へ、うん、だから強さは強いね。あ、なるほど、うん、だから打撃の攻防で、でもやっぱ打撃だけで考えるとレイラ選手がやっぱレベルやっぱ高いから、それはみんなにしてるもんな、うん、そこで多分勝負する難しいと思うねんけど、パク選手がどういう風な展開やってくるかやな。でも今回、うん、今のあのスラッサーのパクシュウ選手の所属が、うん、まさかのクレイジー B ということで、うん、あの山本美宇選手もクレイジー B やんか、うん、あの敵討ち的なもん、うん、ソラスターがレッツゴータの選手の敵討ちって言ったように、うんうん、今回そういう気持ちも正直持ってくると思うんですよ、うん、後輩として、うん、まあ、これでクレイジー B 今所属じゃなかったら笑うけどな、うんうん、でも全部そうやって、うん、だからそういった意味でもなんかまだカジマのクソ力みたいなの出る可能性もあるんじゃないですか。うん、まあでも打撃戦になったらもうレイナ選手の方が絶対強いと思うし、はい、レイナ選手もやっぱ寝技の練習もしっかりしてて、やっぱタックル切ったりするのも上手いと思うし、体の肘からも絶対レイナ選手の方が強いと思うね。なるほどですね、うん、なんか余談やけど、うん、その昔あのレイナ選手と朝倉寛の選手やったやん、うん、あのレイナ選手負けたやんか、うんうん、その時総合にまで落ちて回らなかったやん、うん、今やったらどっちが強いと思う？まあ、障害予想とかじゃなくて、まあ、うん、正直分からん。ああ、それはやってみながら、うん、ああ、まあ俺の中でやっぱクエスチョンやから。ああ、なるほどね、うん、分からん。ああ、なるほど。ただ今回のパク選手がもし勝つとすれば絶対に組み技を乗せていかないと無理。俺がパク選手のセコンドやったら絶対組み技をゴールに指示出す。ああ、なるほどですね、うんうん、ああ、キックはもう全然つき合った感じですね、うん、なるほど、うん、2ラウンド、うん、一本勝ち、KO 勝ち、KO 勝ちやな。なんか納得しました、うん、まあ、1ラウンドで KO で終わる可能性も全然あると思うけど、はい、まあ、パク選手の柔道仕込みのフィジカルの強さとかそういったところを期待して、はい、まあ、2ラウンド期待っていう言い方あれかも、はい、まあ、そうですね、うん、2ラウンドレイナ選手の KO 勝ち、わかりました、はい、そしたら、まあ、この試合はこの辺でしといてありがとうございました、うん、はい、そしたらちょっと僕あのめちゃにわか半なんで、うん、あのちょっと僕が一番ちょっとめっちゃ楽しみにしてる試合いいですか、うん、あの YouTuber の柴田選手 VS、うん、K1 の王者の久保優太選手、さあこれな 3分2ラウンドの判定なしの90キロ契約の試合で決まりました、うんうんうん、まあこの試合決まったのはちょっと俺もびっくりしたし、うん、まあ、柴田選手が出るっていうのはまあなんとなくは予想しとった、うんうん、だってやっぱ YouTube で人気あって去年の年末も再生回数めちゃめちゃ回ってるし、すごいな、そういった意味では、うん、やっぱ大晦日はやっぱお祭り の、うん、の大会やから、うん、まあ、それはもう全然ありの川だと思うし、うん、うんうん、やっぱそこで再生取れるっていうのはやっぱ大きいと思うから、うん、まあ、そこで、まあ、久保優太選手がやっぱ男気出してきたな。あ、うん、でもこれってあのなんか久保優太選手の奥さんがオファー OK って出しちゃって、うん、あれ困るんだな。いや、それは知らへんけど、うん、まあまあ俺そこら辺のニュースはちょっとあんま俺ちょっとあんま見てない、はい、見てないけど、まあまあそんなんはちょっと耳にはしてるけど、はい、うん、まあでも今回この2人の試合おもろいんちゃう。でもこれでもそう、冗談だけど久保選手めちゃめちゃ根性あると思わへん、うんうん、だってめっちゃ不利やんこんなん、うんうん、で、あのコーチ選手は多分受けてないって言ってるやん、うん、だから久保選手って俺マジで真剣にこれ分かって受けてたらすごい選手になるんちゃうかなと思ったら、うん、いやでもこれな結構難しいで。あ、難しい。いやだって逆にだから3分2ラウンドで総合の試合やろ。で柴田選手も YouTuber って言ってるけど昔さ総合の試合も出てるし、昔の映像とかちゃんとしたプロの試合みたいな出てるもんな、うん、ほんで蛭田選手と、まあ、去年やって、うん、打撃であのダウンも奪ったりもしてやん、ダウンみたいな、うん、もう圧倒的に勝ってたもんな正直、うん、まあ、久保選手はほんまに打撃のスペシャリストで、まあ、打撃だけしたらもう絶対、うん、でも去年はキックボクシングの試合やったやん。うん、いやもう聞いて、はい、だからあれはキックボクシングと MMA ミックスルールで、それで、まあ、今回総合でキックだけしたらさ柴田選手に勝ち目絶対ないけど、まあ、今回の結論から言うと俺めっちゃ悩んだどっちが勝つか、はい、で今回俺が導き出した答えは、はい、ドロー。ええー、でそれには多分理由があって、そう、あ、そっか、判定なしやからドローあるんか、うん、なんでそれがドローかっていうと、はい、3分2ラウンドやね、はい、3分って結構早いん。あ、それで柴田選手って結構遊べない、あ、はいはいはい、付き合わんねん。ほんで、はい、久保選手も
言うてもキックの打撃が強い言うてもそんなうかつに柴田選手でかい柴田選手にうかつに近づいて組まれたらやっぱきついと思うの、はいはいはい、でそこで結構攻防戦になると思うの、はいはいはい、で柴田選手はちょけたふりして多分打撃振って組みに行ったりテイクダウンしに行ったりすると思うの、あでそこで久保選手も警戒しての3分2ラウンドやから結構あっという間に過ぎて打るの、だから決定打があったとしてもそれが最終決着までいくかって言ったらちょっとどうなんかなって思うし、なるほどっすね、うん、勝負的にやっぱ有利なのは俺は柴田選手かな、あーなるほど、その時間の使い方っていう、はいはい、真っ向勝負でドーンって打撃の勝負しに行ったらそれは勝たれへんけど、はい、まあ、そこをうまく、うん、ポイントゲームとかしてもまあ柴田選手やったらまあ言うても賢い、はい、そこは賢くうまく時間使ってくるかなと。なるほど。え、すみません、何やったらこの勝負予想の、うん、あのする前になんか何分かだけ確認しとってって言ったやん、うん、ほんまに3分やなって俺に聞いてきたやん、うんうん、これ普段は5分やん、うん、5分と3分って全然ちゃう。いや違うよ。え、全然プラン変わってくる、うん、だから3分まではまあみんなある程度動くねんけど、はい、残りの2分でいかに相手を削るか。なるほど、ね、でその2分で削られて2ラウンド入ったら疲れてんねん。じゃあ全然ちゃうねん。3分である程度元気な状態で次のラウンド行ったらお互いに削れてないなくて、だから3分の試合って俺の印象は結構ドローが多かったりとか。でもストロッサーの試合もそうやもんな。ドローっていうかな、判定とか判定が多かったりとか。でもストロッサーの試合も、うん、結構その5分の終盤でいつも決めるやん、うん、そう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 。っていうことは3分やったらやっぱりめっちゃ短いな。短い。あとの2分ってめっちゃ長いもんな、うんうん、あ、そういうことか、うん、だからその2分ってやっぱ大きい。これってめちゃめちゃ意味深やな。3分ってなんか駆け引きありそうやな。うん、まあでも総合の流れで、うん、まあその5分でしないっていう流れであれば、うん、やっぱ3分っていうのが多いな。ああそうなんや。アマチュアとかも3分やから。ああそうなんや。うんうん。でキックはまあ3分や。はい、うん、うん、だから3分2ラウンドであればもうこれはまあ、ドローで終わる可能性高いなと。ああ、うん、でもなんか新しいなんか勝敗予想、うん、うん、なんか納得した。うん、そうよ、合ってるよ。その、はい、もう1分か KO 決着じゃないと、はい、でも勝敗つけへんもんな。僕はインタビューの人でそれで終わらさんのが僕なんで、うん、こいつなんかちょっとカッコつけてドローとか言ってますけど、うん、でもどっちかつけなあかんってマスト判定になったらどっちですか、うん、もう今そろそろ柴田選手。やっぱ柴田選手。うん、あ、どっちが勝つかって決めなきゃいけなかったら、うん、柴田選手。ああ、やっぱそれはそうなんや。になるんちゃうかな。その理由は何でなんですか。まあ、久保選手が勝つとしたらもう絶対 KO で終わる、はい、ああ、はいはい。でもそれ終わるけど多分 KO する難しいかな思うね。なんかすごい変則な感じの試合やから、はいはい、うん、逆に柴田選手が勝つとしたらどういう勝ち方をするんですか。もうマッソで決めなあかんってなったらもうドローやけどドローがなしっていう体ででもテイクダウン取るんちゃうかな。ああ、うん、それで締め技。うん、うん、まあそのまま締め切られへんか分からんけどテイクダウン取ってコントロールするんちゃう。ああなるほどっすね、うん、でもただ柴田選手も3分2ラウンドでスタミナがどんだけあるから。ああなるほど、うん、でも言うても多分仕上げてくると思うで。そうやな、柴田選手なりに仕上げてくると思うで、うん、でもあの人賢いもんな。うんうん、仕上げてくると思う、うん、確かに。でもある種でほんなら頭はいいもん同士の戦いになるような。うん、もともとだって、うん、あの総合の試合も出てるからやっぱ仕上げ方っていうのは知ってると思うし、うん、うん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 、うん、なるほどっすね。いや、でも結構いろんな角度から見れて、うん、面白い勝敗予想でした、うん、今回はドローということで。ドローで、はい、判定なしなんでドローということで。はい、お願いします。はい、わかりました。結構今回のシリーズは、うん、ガチモンのシリーズじゃなくてちょっと変則的なヘビーとか、うん、そういうのいろんなレパートリーやったので。ヘビー、女子、はい、な、ね、ちょっとお前、ほんま適当やな。あかんって怒られるって、うん、いや、でもまあ今回面白かったです。ありがとうございます、また、うん、まあそういうことで。ですね、そしたら次はガチモンの、うん、我らが朝倉未来選手。我らがいや、なんていうの、今格闘界で一番人気ある朝倉未来選手の回しもや、回しもきた。ちょっと、我らがっていうのは、うん、その一番今盛り上がってる朝倉兄弟の、うん、朝倉未来選手、まあね、うん、VS リベンジの斉藤選手になります。うん、で朝倉未来選手がリベンジかな。はい、うん、これは結構ね、深掘りしてね、ちょっとほんまにプロの見解で、うん、ガチのガチで結構深く話してほしいんで、うん、次はこの1本で、うん、ちょっと勝敗予想真剣にやってもらっていいですか。 OK、 はい、そしたら次の動画はちょっと深掘りして、うん、試合の見解など勝敗予想など詳しくストラスターから聞いていきたいと思います。はい。
ということで、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい。まあ、みんなで、ライジン33盛り上げていきましょう、はい、ちょっと待って、お前な、今日はこんな感じで終わりたいって、俺まだ帰られへんねやろ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。いつもありがとうございます。バイバーイ。